はい、皆さんこんにちは、今回はですね、ネットで教育の伏線化をというお話をさせていただきたいと思います。先日のオフ会でですね、まあ大体30人ぐらい集まったんですけれども、その中で一定数、学校を辞めてしまって、まあ、勉強ね、どうしていいかわかんないっていう人が私の動画にたどり着いた、そういうような話をしてくれたりですね、あるいは大学院を受けたい、公務員試験を受けたいんだけれども、歴史は勉強したことないので、独学で勉強をしなくちゃいけない、まあそういう時に私の動画を見つけてくれて、それで可能性をそれぞれ開いてくれた、それはとってもね、ありがたいなというふうに思うわけですね。日本の教育をね、ちょっと見ますと、基本的には単線型教育っぽくなっているわけですね。まあ、道はいくつか用意されているものの、大多数が、小学校行って、中学校行って、高校行って、大学行って、就職だよっていう、かなりの人がこのコースをたどるわけですね。まあ、高校卒業で、社会人になる人もいれば、まあね、留学をするとか、そういうふうな人たちもいるんですけれども、基本的はこの流れのどこで、どっか行くかっていうことになっているんだと思うんですよね。そうしてしまうと、ここから離脱するっていうことは、少数派を意味するわけですね。中卒で働くとかね、高校から大学行く間にね、その何年か世界を見てくるとか、そういう人、あるいはね、高校を途中で辞めてしまうと、中学校で不登校になってしまうと、そういうことが、まあ、少数派になること、私はですね、まあ、この流れも一つ尊重して、私はこの流れの中に存在しているので、この流れも、まあ、一つ尊重はしているんですけれども、そうじゃない、いろんなあり方があってもいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。この流れとは別の流れを自ら選んだ、そういう人たちはなかなかね、味があって個性派で、いいなっていうふうに思う時もあるんですよね。ですので、ネットにね、インターネットに、例えば世界史、日本史、私が上げるような動画、あるいはですね、もっと他の科目でもいいわけですね。現代文でもコミュ英でも生物でも家庭総合でもね、そういうのをどんどんいろんな先生が上げることによって、はい、高校の授業が、そうした高校の家庭の授業が一セットあれば、かなりね、面白いことになるんじゃないかな。様々な道が生まれるんじゃないかなというふうに思うわけですね。例えば、その中学校から高校に行かずに、ネットで、これらのね、高校の授業を一通り受けて、高卒認定を受けて、大学に行っちゃうとか、そういうのもありだし、ね、外国に行ってみて、外国をいろいろ見てくる間にね、その授業を受けて、それで日本の大学にポンって入るとかね、あるいは、社会人にね、一回高卒で、その社会人になって、そして、ネットで独学をして、また大学に戻ってきて、そこで学びのね、道に入る。そういうようなやり方もあっていいし、この高校の授業が一セットネットに揃っていれば、もう様々な道が展開できる。だから、単線型教育ではなくて、伏線のいろんな教育が、だから義務教育の後の、このネットの一セットの授業が大切なんですよね。この一セットがあれば、様々な道が生まれていくんじゃないかなというふうに思います。そして、この授業を担うのは、実は、予備校の先生ではなく、塾の先生ではなく、その点数を上げるっていうためにある先生じゃなく、学校の先生が一つやってみようじゃないかっていうことで、学校の教育課程に沿った、ね、学習指導要領に沿った一セットの授業がネットにバーンとあると、ね、まあ、今もね、先進的な学校、例えば N 高校とかね、角川とかがやってる N 高校とかも、いいんですけれども、無料で一セットもあるよっていうことになれば、非常に面白い展開になるんじゃないかなというふうに思います。全国のね、いろんな科目の先生、頑張ってね、動画を上げてみませんかということです。今回はここまでです。